忘れ字の面影は、1948年に公開されたマックス・オフィルス監督のアメリカ映画、シュテファン・ツバイクの1922年の中編小説、未知の女の手紙の映画化。主演女優、ジョーン・フォン・テインと、その夫で、元ユニバーサルのウィリアム・ドジャーが設立した、ランパート・プロダクションの第一作である。1992年、アメリカ議会図書館により、 カルチャーリー、ヒストリカリー、オアイステティクリーシグニフィカントとして、国立フィルム登録簿に保管された。1900年頃のウィーン。かつては、天才ピアニストとしてもてはやされたが、今は、荒れた生活を送るステファン・ブラントは、血統を挑まれ夜逃げの準備をしていた。すると、リザベルンドルという女性からの手紙が届いていた。手紙によると、少女時代のリザは、母と、 アパートで二人暮らしをしていた。ある日、アパートの隣室に、ピアニストのシュテファンが引っ越してきた。リザはシュテファンに恋してしまうが、影から慕うばかり。そうしているうちに、母が再婚を決め、再婚相手の住むリンツに、リザを連れ引っ越してしまった。リザは18歳になると、ウィーンに戻り一人暮らしを始め、ピアニストとして成功したシュテファンと再会するが、シュテファンは、 リザのことを覚えていなかった。シュテファンと一番を過ごした後、シュテファンは2週間の予定でミラノに旅立つが、帰ってこなかった。リザは妊娠しており、男の子を産んだ後、裕福な貴族ヨハンシュタウファーと結婚した。歳月が流れたある日、リザはシュテファンと再会した。シュテファンはピアノをやめており、そればかりかまたしてもリザのことを覚えていなかった。リザは、 ステファンの家を訪れたが、リザのことを思い出さないステファンに幻滅し、ステファンの元を去った。その直後、リザの息子はチフスで死に、リザも感染していた。手紙はリザが死んだ後に、病院から送られていた。推しの召使いジョンは、自分はリザを覚えていたとシュテファンに伝えた。ステファンは、夜逃げを思い直し、ヨハンとの決闘に向かっていった。ありがとうございます。